千谷真美マミは、日本の文部官僚。第四大文部科学事務次官。秋田県秋田市土崎港総善井町出身。現在、東京国立博物館館長を務める。秋田大学附属中学校、秋田県立秋田高等学校、東北大学教育学部卒業。1973年に、文部省に入省し、国際学術科に配属される。 その後、施設女性化、総務課、小学校課を経て、1981年から約2年半、三重県教育委員会に出向する。文部省復帰後は中学校課や高等学校課に、配属され、高等学校課では、JET プログラムの立ち上げに携わった。1991年、生涯学習局学習情報課長。その後小学校課長。 学校健康教育課長、体育課長を歴任。1997年大臣官房総務課長。2001年から2003年まで文化庁の次長を務める。その後、生涯学習政策局長、初等中等教育局長を歴任。2007年7月6日付で、初等中等教育局長から文部科学事務次官に昇格し、 2009年7月14日をもって退任した。退任後、同年8月1日付で東京国立博物館館長に就任する。2017年3月、文部科学省における再就職等規制違反に関して文書厳重注意相当とされた。2021年、随法、し光明受賞。ありがとうございます。